外して毛先の先をしっかり巻きます。毛先の先までしっかり巻かれてないとすごいだれてるイメージになっちゃってあんまり可愛くないので毛先の先までしっかり巻いてください。こんにちは、大阪のヘアサロントラックで働いている千秋です。今日はこの絹糸を使って、顔周りの可愛い巻き方をお伝えしていきたいと思います。まず最初に、大体5ミリから1センチぐらいの幅で両サイド程よく取っていきます。で、まずこの一番上の方から巻いていくんですけど、この一番上取って、でリバースに巻いていきます。でこの時に巻く方のコツとしては、ここの頬骨を隠すようなイメージで巻いていきます。で巻いた時にあんまり強く巻きすぎたくないので、一回外してタコを外して、で毛先の先までしっかり熱を与えていきます。でこの時に熱があるうちに手でちょっとほぐします。でちょっとここの頬骨が隠れる感じですね。次は、さっきリバースに巻いたので、次フォワードに巻いていきます。でまたこれも一回巻いたらちょっと外して、でまた巻いて外して、毛先の先までしっかり巻きます。でこれは次はここの頬の部分ですねが隠れるように巻きます。でここは最後リバースに巻いていきます。でまた一回巻いたら外して、また巻いて、で毛先の先をしっかり巻いて、熱があるうちにほぐします。こうやって巻いた時に少し足りないなと思うところを表面だけ取って、もう一回巻き直します。ここは、フォワードに巻いてるところだったので、この根元付近から巻いていきます。でほぐして、こんな感じですね。そこに合わせて後ろもちょっとほぐします。こんな感じです。でこっちを巻いていきます。でこっちも同じように、一番上のところはリバースで、ここの骨を隠して小顔に見せてあげるようなイメージで巻きます。でこちらも外して、外して毛先の先をしっかり巻きます。毛先の先までしっかり巻かれてないとすごいだれてるイメージになっちゃってあんまり可愛くないので、毛先の先までしっかり巻いてください。でまたまた、熱がまだあるときに手でほぐします。でこうやって見たときに、またここに少しボリュームが欲しいなと思ったところに、もう一回表面だけ巻き直してやります。で最後これで確認していきます。で最後巻き終わったら、ワックスかバームかオイル何でもいいので、この巻いたところにちょっとくしゃっとすると1日キープもしてくれるので、最後はスタイリング剤は必ずつけてあげてください。こんな感じで今日は絹糸のカールアイロンを使って、顔周りの可愛い巻き方をやってみました。すごく簡単にコツをつかめば可愛くできると思うので、ぜひ試してみてください。こんな感じになってます。ありがとうございました。